皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ビッグサイズ超ド級驚愕の燃焼効率ウッドストーブーってのをね作ってみたので、ちょっとご覧くださいね。ガルバリウム、いわゆるトタンの波板でございます。で、これはビニールハウスなどで使う農管パイプってやつですね。それを使ってですね、折りたたみ式の、これよう燃えてるでしょ、ウッドストーブを作ります。こんなんね、もう見飽きたしね、こんな大きい言うてもこの程度ですわ。もう男ならガツーンとね、でっかくいきたい。ドラム缶の野焼きの釜ですけれども、もうボロボロになってきたしですね。ほいで、また持ち運びもね、これできない。うん、どうしたもんかということで、ドラム缶ね、加工もね、穴開けんのもね、切るのももう硬いから大変なんですよ。ということで、ドラム缶サイズね、同じサイズのウッドストーブを作ってみようをやってみます。直径63センチですか。うん、じゃあこれに合うようにすればいいわけですね。ほいで、農管パイプでまずは外枠っていうか枠組みを作ります。約70センチでね、カットしていきますね。ほいで高さはまあ1メーターぐらいになるんでしょうかね。で、グラインダーを使ってパイプをカットします。これ火花が散って、はすごいわ、もう男らしいわ。はい、安全第一ですよ。何があっても安全第一ですよ。保護メガネとね、厚手の手袋は必須でございます。慎重に慎重に行きましょう。わーっと行かずにね、ちょっとずつでもいいんで、ぐじゃーっとこうバーっとのね、いっぱい飛び散ったりとかね、危ないことがないように慎重にやっていきます。で、6尺のガルバリウムの波板ですね。これも、これは半分に切っちゃいます。3尺っていうことですか。だから、90センチとちょっとですね、になるわけです。で、これをね2枚切りました。で、同じサイズの波板が4枚できました。これをね、ここにね、この場所に設置してみたいと思います。で、このボロボロのドラム缶なんですけれども、これはもうお払い箱と申しますか、もう10年近く経ったので引退していただこうということですね。それで、クロスバンドというね、こういうパーツがあるんですけれども、これを使います。これを使うとパイプを直角に止めることができるんです。これは豆やらね、キュウリのネットとかねを作る、パイプで櫓を組んだりするときにね、これを使うと便利なわけなんですけれども、ビニールハウスなんかでもね、中でこれを使って組んでいったりとかしています。結構、しっかり組めます。で、こんな感じで、まあ、大体ドラム缶の大きさに合わせて、3セットできましたよ。じゃあね、柱を立てていきたいんですけれども、今度はこのね、カチッとクロスというね、こういう便利なパーツもあるんで、これを使ってみましょうかね。こうやってくさびをね、コンコンコンと打ち込めば、あら、もうガッチリガッチリ止まります。はい、でね、外すのもね、ガッチリ止まるのに外すのも簡単ということで、下からコンコンとくさびを抜いちゃえば簡単に外れるというね。これ組み立てるのね、手こずってるように見えますけれどもね、手こずってないんですよ。全然そんなことないんですよね、信じてくださいね。これ、手こずってるわけじゃないんですよ。ということで、やっぱりね、大きいのをこうね作りたいんですよね。で、大きい枠が完成いたしました。片付ける時もきっと簡単なはずです。ほら、頑丈、しっかりしてる。じゃあセットしていきましょう。ロストル代わりになる鉄の網をですね、これを、一番底に敷いて、下から空気が入るようにしておきます。このさっき組んだ鉄パイプの枠をね、ここの上に乗せます。で、ガルバリウムの波板を
こうやって、丸く筒状になるように、並べていきます。ね。これは大きい。ビッグや。ビッグウッドストーブや。ね。まあ、大きな、ね、一物でございますわ。男なら大きい方がいいでしょ。この置き方にしたら、ドラム缶状になってしまって、ちょっとね、よろしくありません。何がよろしくないかというとね、こんな感じでね、滝口をね、作りたいわけですよ。かまどの滝口のようなものをね。で、まあさて、どうしたもんだろう。ということで、レンガがありましたので、レンガを置いてみました。解決しました。で、よく燃えることを期待してですね、いっぱい排気だけとか入れていきます。排気だけはこうやってね割っておかないとね、節と節の間の空気がね膨張してパーンって音しますんでね、これは割っておきます。で、枯草もこれももう焼却処分ですよ。こういうのをいっぱいガンガン詰め込んでいって、着火マンで着火します。着火というか点火ですよね、点火していきます。煙突効果でね、いきなりブワッとこう燃え上がるんですね。ほらもう気持ちええわ。大きな一物ですわ。はい。最初煙が出ますけれどもね、もう燃焼してきたらすっごい炎だけにね、なっちゃうんですよ。あと、このね、後ろ見てください。これ、もう嫌かなあかん草がいっぱい。はい。むっちゃ燃えてますやん。これ全部ね処分していかなあかんのんで、こんだけ燃えてくれたら助かるわけですね。予告でございます。この超大型ウッドストーブを使ってですね、なんとこれね、竹いっぱい突っ込んであるでしょ。竹炭竹炭っていうんですか、竹炭が作れるのですよね。なかなか粋なことやるでしょ。これとかね、このくんたんもね、これも製作途中ですけどね、くんたんも作っていきますよ、このウッドストーブを使って。この動画はですね、乞うご期待でございますね。近日公開いたします。仕事が終われば撤収です。さっさっさーとこう、片付けていくわけですね。コンパクトに、まあコンパクトでもないけれども、はい、撤収できるんですよ。もう、まるで何もなかったかのように、きれいさっぱり。片付けることが、できます。ということでですね、驚異的な燃焼効率、薪なんかもよく燃える、組み立て簡単、撤収も簡単、キャンプに行くならこういうの持っといたら使えるかも、でかすぎるか、超大型ウッドストーブ作ってみました。ということで、参考にしていただくことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への、高評価、低評価、そしてコメント、チャンネル登録の方もですね、どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。